坪井のですはいいろんなニュースがありますけれども、こういうニュースに着目しているリスナーさんもいらっしゃいます。 A 69スケさんとイーチさんからもいただいておりますが、イーチさん東海市の方ですが、はいえー、おはようございます。21日配信の週明日、週間ア,アスキーのことかな、うん、週明日っていうのは多分,う多分ね、いねはい週明日プラスというね、ア、うん、スキーもずっと長く続けてますね。昔は、あ、スキーというね、月間の頃はね、うんはい、あ、スキーという、アスキーが出ている、ア、はい、スキーというやつで全編パロディの そういう雑誌も出してたことがあったんですよ。<ー>あの頃ね。はい。まあ、それで、えー、週末プラスというのがある。あるね。はい,はい。えー、ビッグコミックオリジナルみたいな、こう、いろんなシリーズがあるんですよね。<laughs> はい。はい、プラス、330万パターンから分析、絶対に設定してはいけない、最悪のパスワード25という、はい。25のランクをつけて、はい、はい。これはあかんぞ、これはね、 こんなんでは絶対破られるという,そう,そう。いろんなサイトにあのパスワード、<や>パスワードを入力してくださいいうのをいっぱいあるって。このごそうや忘れるね。本当これは何やったか。 ね、例えばあの旅行のチケットをはん申し込む時は、はい、これはこれやったなとか通販で買う時のあれはこれやった,と,っやったとか、ねはい、だってあれ一緒にしちゃだめなんでしょセキュリティ上1個で知られたらそれ全部もうそ,れやそれかもなって入力されたらもう何から何まで破られちゃうんで変えてくださいとかだから一緒にすること自体もあきませんその一緒にした共通のが、うんうん これやっていうのが一番あかんですよというのが。うん、さあ皆さんいろいろ今パスワードを入れる時代です。銀行でお金を下ろすときにもカードとパスワード入れたりします。そんな時にですね、えー、やってはいけないというような。簡単すぎるパスワードはすぐ破られちゃうからダメだよっていうそんなものですよね、はいうん。ありました。ちょっとランキング見てみましょう。うん、一番あかんのは。一二1、2>, うん、1> 2、3、4、5、6。あ、これはまあね。 やってる人もいるかも分かりません、ね、2>, いかな2番目に危険なのは、うん、これあのランクがあってこれずっとこれは1位に保ってます 2>、はい、で 2>, 2, 位2位のはですねなかなか複雑に書いてあるじゃんと思いきやパスワード <laughs> パスワードはパスワードパスワードこれも1位2位はもうこれは揺るがぬ1位2位です これはもうだから、なんとなく当てずっぽうでパスワードを破ったれって言って、はい、パスワードのまんまのパスワードと違うやろかって,て破られちゃうとか,とか、はいまあ、パスワードはちょっとこれ例外としてもですね、3位がですね、うんうん、17位から上昇しました、12345。さっきは123456っいうのが1位ですけど。まあ、何桁のパスワードっいうのがありますからね。そうそうそう桁数が短いか長いかで、ね、うん、ね、例えば4桁やったら1234でしょうけど、うん、5桁で一二三12345や。<laughs> 結局それ、それのパターンですよ。はい そうすると、です4位も1、2、3、4、5、6、7、8という、これは本来1位からまあ4位に下がりました。ねうんうん、さっきの小高さんじゃないですけれども、PASSWORD、複雑やなという、今言いましたが、5位にはですね、クアーティ、うん、クアーティってどういうことクアーティ,ーこ,ーティーこれ複雑でしょ。クアーティーっていう単語はどういう単語、はい 意味もあるんですよクワーティっていうのもねだけどこれ小高さんよく観察してみてくださいクワーティクワーティ QWERTY でしょはいこれはキーボードの Q の列左から右へズラっといったとこですパン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 と押すってことそうですはいあそういうことなんですだからあのこのキーボードの配列の時でもクワーティ配列とかなんかっていうのはこれを表してますよ ああ<ー>、入力するときに楽ちんだもんね。一見すると複雑そうに見えますが、ポンプ、1、2、3、4、5と同じことです。そんな変わらない。同じことです。うん、はい。というようなこともあり、いろんなのがありますね。はい、その他ちょっとずっとやっていきましょう。また、6位が1、2、3、4、5、6、7、8、9やってくればね、あります。まあ、並び数字が、はい、ね、っていうのは。ちょっと、あ,っあの、他の言葉で言うと、8位がベースボール。 これみんな使ってるらしいですいかにもアフラベットを何文字かでやりましょうという時に「やベースボールが違うでいいやベースボール忘れへんし」とかね「ドラゴン」というのもありますしねだから「フットボール」というのもずっとあったりその中にさっきの方さっきの方イーチさんと A69 輔さんこの人は別に1位2位を紹介したかったわけじゃないんです。はい 22位に、これ、ニューフェイスとしてランクされてまいりました。うん、今まではなかったんです。123C とかいうのはずっと上位にいましたまあ、まあうん。それはまあわかりやすいですね、はい。ニューフェイスとして22位に危険なパスワード。うん、696969。なんでかななんで突如として入ってきました。なんで突如として。なんでねだパスワードをなめてはいかんという教訓がここに。 なんで22にこんな数字がわ <laughs> からんですねあ,のある意味、複雑ですよ、ある意味、複雑ですよ、<laughs> すよはい、お前ら普及させとんとちゃうかとかね、こ最悪のパスワードランキングっていいますけど、はい、最悪の意味、これだけちょっと違いませんかわ<あ> <laughs> かります見た目も最悪、<laughs> セキュリティ上も最悪、はい、このパスワードはだめです。はい